に書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。鉢を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。僭越だが、来世では誠の武人となれ。巴の修練場は近くのはず。ああ、クロードだ、殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持っていけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。下へ行けば真相がわかるか。
待たせてしまったな。ありがとう。もう安全だ。どうぞこちらをお受け取りください。争う声が。先生、どうしよう、どうしよう、実績でいこう、どうしよう。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱る後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのだ。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策だ。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。櫛の民への戒め。操め。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。走れ。
急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人。助けてやらねば。助けてください。動くな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。どうぞ。お前の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と。この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも雅子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもお主も武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。役立つものばかりです。猛虎の大将を殺す。よくぞお越しくださいました。
さあどうぞ。礼を言う。道中のご無事をお祈りしています。様、お譲りいただけるものはございますか。さあどうぞ。お目が効きますね。役に立ちますよ。お役に立ててください。また来よう。お達者で、お侍様。ご遠慮なくご覧ください。
もしや酒井様で。つまり野営を見つけたのは蘭か。さようでございます。酒井。石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。やつらの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずともよい。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびターンの心は離れるというもの。ならばくさびを打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。猛虎に対して弓を引くのであれば乗じるべき。気を許せばお主の背中に矢が打ち込まれる。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りる。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ぬくろが的にされております。
まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。先生、あれを。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ、諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止める。巴、逃げ場はないぞ。はっ、お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、高井殿。坂井陣だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中間はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。
酒井、どうだった？私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか？飛び降りたのです。崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか？あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。惑い行きつつ飛ぶらえば心映えさえ糸鮮やげり
酒井殿、よく来てくださった。神が浪人に襲われておる。お金が相手だ。よし、かかるなよ。
誰か。もし。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。勝負。熱っちゃった。おい。またエルクタルチャルシュコルイ熱っせてしまったな。家族が皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた。四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が仇を討とう。家族を弔ってやれ。よし、影。欲しい。
我が故郷大見村。そろそろだ。勝負しろ。侍、覚悟するんだな。お見事でございました。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。
あの崖際に浪人がおる。お強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後どこかへ逃げろ。サンタがおるはず。お侍、俺のことより宿へ急いでください。
妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。よし。
かと。まさかかじわれましたようなこと。お主の目は節穴ということだ。ジン、少し話せるか。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。奴も犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純子、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、雅子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫のもとに戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。
一家は小屋におるやもしれません。新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。漁の道具です。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。おのれが妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったこと。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。貞雄を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。